ンポン。大丈夫。さあ、走っ。いったたたた。ま、どうわ。はい。トレーナーさん、今すぐ目をつぶって。はい、今すぐ。ナウ。はい。おい。わあ。はい、やれる。うるせえ。何こいつ、伏せ字をやめろ。私エルベルなのでコンドルの謎の鳥 X やめろ。コンドルはコンドルって泣かねえんだよ。おい、今回の動画は何なんや。急に馬娘見せてきやがって。いや、馬娘にハマってエルベルを見てたらめちゃくちゃ可愛くて衝動的に作っちゃった。作っちゃったじゃねえよ。どうすんだよこの異色の動画。いや、視聴者さんも絶対エルベルを私と一緒に見たいですって。先生と見ましょう。いや、そんな視聴者絶対おらんって。はーい、葵さん、子さんなんで。私このチャンネルの子さんなんで。そういえば君先生のファンでしたね。ふひふひふひひ。うわあ！トレーナーさん、今すぐ目をつぶって。はい、今すぐ。ナウ。あ、ちょっともう一回お願いします。うわあ！なんやこれ。まあ確かにエルエルは可愛いな。え、つまり私は可愛いってことですか？やってないよ。謎の鳥うるせえ。ピンポン。はい、うちはこれからおしとやく可愛い路線で行きます。え、それだと私とキャラ被り合わないです。残念ながらどちらもみじんも被りませんね。まあ葵ちゃんとかついなちゃんとは若干被ってしまうかもしれないけどな。え、ごめん、被んないかも。じゃあこれから誰が一番のしとやか可愛いにふさわしいか勝負しますか。お、望むところや。かかってこい。ではいざぶりっこ勝負開始。え、ぶりっこ最初のうちは、何このエフェクト。わあ、デビューベア可愛いな。今日はこのベアマルと一緒に寝る。ね、ベアマル。一緒に寝ようね。わあ、一刻堂だ。ちげえよ。いや、デビューベアはないわ。なんでや。普通に可愛いじゃん、ウケませんよ。最近は、キモ可愛いけど、キモさましまし、みたいなのがウケるんですって。キモさなさってるけど大丈夫？ということで抱いて寝るならこれ。と、パンデモニウムさん。うんま気持ち悪い。こんなの合コンに来たらナンパしちゃうよね。速やかに帰宅を促すわ。落ち着いて。ハグして。無駄に可愛い声やめろって。CV 元マミコさんから CV ついまちゃんや変更しております。え、はい、プルタブ開けられないブリッコ選手権どうぞ。急に投げやりやな。まあええわ、うちの可愛さをアピールしたる。うん、開かない。あさり力弱いから缶ジュースも開けらんない。え、でも片手でリンゴ潰せますよね。潰せねえよ。次は先生。あー、ブリブリ力が足りなくて開かない。ブリブリただの汚ねえ擬音やめろ。開かない。ガチだね、運動不足かな。開いた。やったぜ。開けてどうする。せめて缶を開けろ。むむ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 。赤い先輩、ごめんなさい、開かないです。えへへ、大丈夫大丈夫、うちが開けてるから。待てこら。え、じゃねえよ。今バイハクソンって言ってたろうが。うん、そうですかね。聞き間違いじゃないですか。多分聞き間違いじゃなさそうですね。実は今オープニングのリニューアルを考えてまして。それで企業名差し込むって発想には至らねえだろうが。他にはここにサブミッション書いたり。ああ、タイトル、ゆかり先生劇場ショートコント、お手軽大変身のオープニングに書いてたやつな。気づいた人おるんかいな。いや、実は回答してくれた人がいたんですよ。え、すごい、みんなほんま優しいな。お礼にこれあげる。やめろやめろ、視聴者さんに嫌がらせすんな。やっぱりオープニングなんで。出演者全員集合とかどうです。強すぎる。あ、ちょっとそこの君もうちょい横にずれようか。え、こうですか。そうそう。誰だよ、あなたは。伝説のクリエイティブクリエイター。なんかすごそうな肩書きやな。の親戚さん。じゃあ一般人じゃねえかよ。オッケーオッケー、スペース空いたね。よっこい、翔一。おめえが入るのかよ。取りますよ。はい、バター。さっきからおっさんくせえなクリエイティブクリエイター。撤収。君たち撤収や。たく、これ以上変なの増やしてたまるか。ほんと困りますよね。お前がその最たるものなんだよ。あはは、怒られてやんの？君も問題児だけどね。ほんと困る。もう突っ込まないよ。で、結局オープニングどうすんねん。あ、ひらめきました。あ、やばいです。マジで誰もやってないオープニング思いつきました。目から鱗です。逆転の発想ですよ。このオープニングの時に。エンディングフェースを流せばいいんですよ。これもうあかんねえな。天才。あかん、頭痛くなってきた。ピンポン。なんや、おいおいどうした。てかあれ、オープニングは緊急事態か。どうしたんや。あかりちゃん、どうした。誰にやられたんや。来ました、ついに。やつが。やつ、やつって誰や。おい、はい、ネタ切れ。え、なに。やだ、後ろから抱きつくなんて。あかりちゃん、ライタンライタンライタン。ネタ思いついた。思いついた。なんかチャレンジングすぎるテーマをひらめいてらっしゃる。フランス料理みたいな書き方やめろ。しょうがないでしょ、もう250回もやってるんだよ。無駄にロングシリーズ。もうネタ切れをネタにしたネタも3、4回やってる気がするし。もうダメだね。もうやだ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 。もうやめる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 。次回、ゆ
ゆかり、部活やめるってよ。思いつくままか。よっしゃ、任せとき。このうちのキュートさを次の動画でお知らせのはどうや。はい、次回、アホを極めし者。誰が極まってるんや、ボケナスビのアホナスビ。私がナスビなら、金はキュウリです。塩漬けキュウ。何その夏野菜バトル。お任せください。ここは我らがサーバントの出番。私の仲間の種類解説とか。それ投稿できる。蝶々の種類解説とか。種類解説以外がいいかな。猫の種類解説とか。お前は犬を解説しろ。先生とあかり先輩の無服場面セレクション240分台増量版却下。私の可愛い場面セレクション60分通常版却下。持ってかれないための冷静方法論却下。私のバリエーションを広め却下。はい、採用。採用です。待て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 。今の誰だよ。ああ、安心した。リラックスリラックス。キーン打ってきて。キーン。おい、来てよ。キーンの発音むぜ。こんなんまた変な動画になるやろって。このテーマでいいな、みんな。お、おう。はあ、ネタが決まってよかったよかった。あ、そういえばオープニングまだ流してなかったですね。ポチ。いらん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 。もういいよ、オープニングは。オープニングの後にエンディング流すとか前代未聞だろ。何この動画。まあでも、オープニングがないと始まった感ないですよね。始まってすぐ終わったのが問題なんだよ。